きチャンネル。で、こんにちは。こんにちは。ここまで、トークが12分、はい。はい。オープニング長すぎて。これもう別動画にします。はい、そうですよ。オープニング長すぎて一回やり直しました。はい。今日はあのね、キーマン。はい。西武の阪神。はい。あなたが活躍したら優勝できますよ。はい。っていうテーマなのに、くだらない話をしすぎて、オープニングトークが12分超えました。はい。なので、その動画は違うところで出します。はい。ちょっと阪神のね、あるトークで盛り上がっちゃってね。そうそうそう、はい、嘘ばっかり言うからね。いや、嘘ばっかり言ったの誰ですかね。うん、分かんない。いや、佐藤さんですけどね。いやいや、俺はあれは本当のことだった、ある意味。いやいや、はい、ということで、はい、まあ、今回西武が優勝するためには、はい、まあ、今年西武はね、強いと思うんだよね、まあ、俺が2位予想してるだけあってね、うん、はい、そのためにね、やっぱね、ここでダントツに優勝するために必要なのは、はい、両外国人、牧野、ペイトン、はい、2人でホームラン50本です。2人で50本、これは必要だね。うん、まあ、でもペイトンは昨年 3A で119試合出て2割9分3厘ホームラン25本打ってるから、うん、そう考えたら20本ぐらいのホームランを期待してるわけでしょ、うんうん、そうですね、少なくてもね、はい、で、牧野は昨年マイナーで3割1分8厘ホームラン15本、うん、だからまあ25本ぐらい打ってくれて、うん、だってこの両外国人25本打って50本打って、はい、で山川が40本打ったらもう90本だからね、うん、もうそうですね、ホームラン。でそうなったらもう一気に山賊打線開花で爆発力あると思うんだよ、うん、まあ、去年の課題が一気にクリアになりますね。そう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 、だもうこの2人さえ50本打ったらもう優勝するんちゃうかっていう、うん、もうじゃあその2人だけがキーマンでもいいって感じですか。そうで、ペイトンはね、あの外野手だし、だから外野1つ埋まるしね、うん、はい、まあ、でももう元々3位の力あるからね、はい、そんないっぱい活躍しなくてもいいんだよ、うん、やっぱ下に行けば行くほどいっぱいの人数が活躍しなきゃいけないけど、他はもう想定通りの活躍してくれたら多分いけると思うんだよね、まあ、去年山川選手1ヶ月いなかったですしね、最初ね。そうそう、最初ね、あの足やっちゃってね、うん、まあ、それと、まあ、元気に外崎打率2割5分、2割5分でいいんですね。いい、だって去年で2割1分5厘だからね、うん、そっか、まあ、2割5分打てればいけんじゃない、うんうん、いい感じだよね、はい、最低でもそれぐらい打てば、まあまあ他ついてくるんじゃない。うん、でピッチャーはね、エンスは絶対10勝。エンス10勝、はい。で、何気にキノコがいいらしいのよ。抑えで、抑えとかこのリリーフで。うん、そしたら平野の埋まるからね。そうですね、うん。オープン戦でも6試合投げて防御率 0.00 だからね。あ、本当だ。で、フォーボール2個っていうところで制球力もいいしね。うん、だからこの前に行くエンスが10勝してれば、うん、もう他の高橋コーナーとか普通に勝つじゃんね。はい。だからエンスと今井で25勝したら優勝できるんじゃない。エンス2人で。2人で25、うん、まだ12、13ぐらいで。何気に平良君やばいっすよ。うん、いやだって防御率1で 0.00 ですよね。だからそのお願いする必要ないのよ。勝手に勝つかもしれない。確実なやつはに言う必要ないのよ、これは。うん、確実っていう判断です、うん、すごいと思う。いや、なんか体力ありそうですもんね、平投手ね、若いしな、まだ高橋光成、平でも確実なのよ、うん、それはだって俺2位予想してんだから、うん、そうですね、ないですか、セーブ。セーブ4位にしました。うん、だから信用しきれてないですもんね。何を信用してないってことですか。チームの強さ。チームの強さ、あ、まあ、まあ上から並べたら4位になっちゃうのはしょうがないですね、うん、先生はセーブない3位です。うん、まあ、A クラス、まあ、楽天よりは強いよと、うん、なんでそういうさ、なんか私にのなんかちょっとこうって思うように言うのですか、本当に。いや別にあの4位だから聞いてみただけです。だから俺が浜田さんに強く当たってるわけじゃないのよ、西武ファンの意見を代弁して聞いてるだけだから俺は自分の意見として聞いてるわけじゃないのよ、西武ファンの人の思いが映って、俺もういた子みたいな感じで映っちゃってるんですか。そう、それで西武ファンの意見を代弁して浜田さんに聞いてるだけであって、うん、俺が心の底から俺の意見として聞いてるわけじゃないの、まあ、ここら辺はちょっと理解してもらいたいよね、うん、代弁者の方ね、あのコメント欄に書いていただいてね、はい、いや、あのもうコメント欄より 俺もコメント欄で所詮何百通ぐらいじゃん、うん、俺のところにはもう何万っていう声が来てるから、うん、もう確率しちゃうから。そんな来てます？俺も受信できんで。あ、そうですか、うん、はい、だからそれでちょっと聞い、うん、それで聞いてみただけ、うん、まあ、でもやっぱ森選手の穴がちょっと大きいなっていうところあったので、その分の森選手の分を誰が埋めるかっていうところですよ。だからあの牧野と、はい、そのペイトが高
から下が埋めれたら優勝できる、はい、活躍したら優勝ってことですね、うん、で上に行けるってことですよね。そうそうそう、はい、もう3位から上だからね、うん、下がることはないよ。そうですか、うん、普通に考えて、はい、うん、で続いて阪神、まあ、阪神はもう決まってんのよ、うん、ノイジー、サトテル、大山で、うん、ホームラン75本です。3人で75本、うん、まあみんな25本ずつ最低ね、感覚、うんうん、出ればいけるよ、うん、そしたらよ、うん、中野も近本とかも絶対塁出るやん、ほっといても、うんうん、だその返す役割の人がいるわけじゃん、うん、やっぱ阪神長打が長打率が低いから、うん、まあ、長打が少ないんだよね、うん、だから盗塁っていうギャンブル的なことをやっていかないと進塁させれないわけじゃん、うん、でそこに来てもう里輝、ノイジー、大山がホームラン75本3人で打ったら、うん、もう得点能力爆上がりするわけよ、うん、でも大山選手去年23本だし、うん、里輝が20本、去年20でしたっけ、うん、だできない話は全然ないですね、ホームラン、うん、去年20だで、ノイジーゼロだからね、まあそうですね、去年分かんないですからね、うんうん、あピッチャーはね、うん、まあ、西純也と才木が2人で18勝したら優勝すると思う。9球でいいんですね、うんうん、だってもうだって青柳とか他のピッチャーは勝つでしょ、うん、それなりに、まあ、防御率去年めっちゃ良かったですからね、うん、プラスでそういう若い西投手とか出てきたらそうさらに青柳、いいしね、うん、青柳、西勇輝、うん、で伊藤正志とかね、うん、でもリリーフはもう後ろおらんかったらもうあれ湯浅でいいやん、うん、守護神、うんうん、で前に浜地と岩崎でいいやん、うん、浜地に状態上げてきたらしっかり、うん、だからこのノルマがノルマだんだん緩くなってるでしょ、下から比べて緩くなってる、それなんでかっていうと、うん、他で計算できるやつがいるから、うん、そのプラスアルファだから、うん、下の人間は結果出してるチーム選手が少ないから、うん、だからいっぱい出さなきゃいけないわけだから安定株が少ないから、うん、そういった意味ではこれが阪神が達成できると思ったら勝てるし、うん、いやノイジー25本無理やろと思ったら厳しいね、うん、今年はノイジー20本出る、でも先生めっちゃいいって言ってますよ、ノイジーその中やったら僕ノイジーが一番出るんじゃないかと、そうなの、うん、お、でもいけるな、俺の予想はレフトの守備に困惑してバッティングの調子を落とすっていうしかも今年から一番心配しなきゃいけない応援解禁でしょ、うん、阪神も持てるから絶対ヤジ来るんでね、あれでちょっとメンタル的に怖いから、うん、だからそこにミエセスが大事なんですよ、うん、阪神ってのは外国人としてめちゃくちゃ仲いいんで、うん、これそういうメンタルケアの役がもうノイズあのミエセスにかかってるんですよ、ああそうなんそうなんっていう情報です、情報、はい、へえ、いい情報じゃん、このノイズいいんじゃないですか、うん、まあ、答えは半年後だから、はい、はい、そうですね、はい、うん、